明日チャンネル。皆さんこんにちは。明日チャンネルのネイリストあやです。以前ですね、ネイリストになる方法という動画を上げた時に質問をたくさんいただいたので、少しずつその質問にお答えしていきたいと思います。コメント欄でご質問いただいたんですが、コメント欄で文字だけで返すのは内容的にもなかなか伝わりにくいと思ったので、動画で私なりにお答えさせていただきます。で、私の意見が全てではないですし、絶対ということではないんですが、誠心誠意お答えさせていただきます。今回はこの質問、ネイリストって稼げないんですか、というご質問ですね。詳しく質問を見ていきたいと思います。なんと小学生のネイリストを目指している方から質問いただきました。ネイリストを目指していますが、ネイリストだけで食べていくのは大変だとお母さんは思うみたいです。私は本気でネイリストになりたいです。開業したいのですが、プライベートサロンではお金が大変ですか？というご質問でした。ご質問いただきありがとうございます。まずね、小学生でこんなにしっかりと将来やりたいことというものが自分にあって、すごく現実的で尊敬します。すごい。私が小学生の時はただザリガニを釣っていたので、もうね、今の小学生はみんなこんなの素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ではまず知ってほしいのは、ネイリストというのはそんなに稼げるお仕事ではありません。でもしっかりと頑張る期間を過ぎて、自分でサロンをやっていく力、難しい言葉で言うと経営していく力がつけば、ネイリストというお仕事の中で一番稼いでいけるのはプライベートサロンをやることだと私は思います。きっとお母さんもあなたのことを思って心配して、ネイリストだけでは大変と言ってくれてるんだと思います。これから中学生、高校生となって大人になっていくときに、いろいろ感じること、知っていくことがあると思います。その時に自分がやりたい道に行くのか、よりたくさんの人が選ぶ普通の道に進むのか、簡単に言うと好きなことをやるっていうのはなかなか少ないですね。みんなやっぱり大学に行って会社員になってという道を歩むのが日本では一般的です。で、それに比べて自分の好きな道に行って、専門学校だったりスクールに行って専門職に就くというのは、やはりそんなにこう多いものではないと思います。大人になってだいたい18歳とかになった時に、そのどっちの道に行くかを自分で決める時が来ると思います。どちらも間違いじゃないし、自分がいいと思った道に行けばいいんです。でも覚えておいてほしいのは、どの道に行っても大変なことはあります。その大変なことを乗り越える時に、好きという気持ちはすごく強いです。だって大変なことを乗り越える時に、好きじゃなかったらただ辛いだけになるんです。お母さんやお父さんが小学校の時選んだランドセルの色と、今のあなたの小学生が選ぶランドセルの色は違いますよね。お父さんやお母さんの時の小学生の時に流行ってるものと、今のあなた、令和の時代に小学生の中で流行ってるものはまた違います。そんな風に時代っていうのはどん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 変わっていくんです。だから、ここから先10年ぐらい経ったあなたが18歳になった時に、ネイリストという働き方ももしかしたら変わっているかもしれません。大学生くらいになるまで、小、中、高、大学生と、そのぐらいになるまでは、やっぱり自分の周りにいる大人というのは、いや、お父さんやお母さんや、その他親戚の方が自分の身近な大人の人たちだと思います。で、そうするとそういう周りの大人の方から言われたことが自分の考え方の中心になっていきます。これは自然とみんなそうなっていきます。だからこそ自分のお父さんやお母さんに、稼げないからそういう道はあまり良くないんじゃないと言われると、不安になるのはとってもよくわかるし、不安になりますよね。だけど不安だけを持たないでください。まずこんなに小学生なのに考えられて、こういうどうやったらネイリストになるのかっていう動画を探して見て、ネイルサロンの開業の仕方とかもきっと動画見てると思うんですね。それでこの動画でコメントをして質問をするっていう、それだけの力があるあなただったら、必ずどんな道に行ってもいい方向に行くと私は思います。今の小学生の時のあなたが見えるこうものを考える広さ、見えてるものっていうのは、だいたい想像しやすく言うと、自分が教室から見える空ぐらいが今自分が見ている広さです。で、それが高校生ぐらいになると、校庭に出て空を見上げた空の広さになります。ちょっとずつ広くなってきました。それが大人になると、
山の上から空を見上げられるぐらいの広さを知ることになります。大人になると物を見える広さも知ることも考えることもたくさん増えるんです。今の好きという気持ちを大切に、その好きという気持ちがもしも10年後も変わらずにあったら、ちゃんとお金で困らないネイリストになっていけると思います。私もネイリストになりたいと思った時に、ネイリストっていくらぐらいお給料もらえるんだろうと思ってネットで調べました。そして自分でこう求人ですね、ネイルサロンがこういう人を募集してますっていう求人のサイトを見て、実際にネイリストのお給料の金額を見た時に、はあ、こんなんじゃ一人暮らしも大変だし、正直ネイリストだけでは生活できないって思いました。それが18歳の時でした。やっぱりね、高くない、全然お給料は低いです。美容業界っていうのはなかなかお仕事の時間とか働いてる、ね、内容の割に給料が低いっていうのがやはり現実なんだなとそこで知りました。でもそこで思ったんです。普通にしてたらこんだけしかお給料もらえないけど、私は絶対人より頑張って稼げるネイリストになるってその時に思いました。今がすんごいお金持ちでもすんごく稼げてるわけでもありませんが、好きなことをして生活するには困らないくらいのお金をいただけるようになりました。もちろんお給料低い時はあったし、大変な時もありました。でも人の倍頑張っていたら普通とは違う結果が出ます。普通の人が寝てる時間、遊んでる時間に努力することが大切だと思います。みんなが言う普通は稼げない、普通は難しい、なら普通以上に頑張ればいいだけです。忘れないでほしいのは、私がすごくこう自分がやってきて感じる言葉があって、それは努力は自分を変えてくれて、結果は周りを変えてくれます。ちょっと難しい言葉かもしれませんが、努力し続けると自分自身がどんどん変わっていきます。そして努力の先に結果を出すと、自分の周りが自分を信じてくれることが多くなったりとか、自分の言うことだったりを信用してくれたりとか、いろんなことが変わっていきます。今回のネイリストを稼げないんですか、稼げないことが不安ですっていう質問に対して私なりの答えを話させていただきました。ネイリストは決して稼げるお仕事ではありませんが、きちんと知識をつけてサロンをやっていく力、考え方があれば、プライベートサロンはしっかりと生活するには困らないぐらいのお金はもらえると思います。どのぐらいかと言いますと、大体は都内でやっている子だったりとかは、自分の手取りで残るのが40万円ぐらいの子が多いですね。売上がだから60万円とか65万円ぐらいあって、そこから経費って言って、お仕事で使うお金を引いて自分の手元に残った時に40万円ぐらい残ってる子が多いです。これは本当に成功した例だと思います。世の中にですね、20代30代で1ヶ月の自分の手元に来るお金が40万円以上あるという人は全体の 1% ぐらいしかいないんです。本当に40万円を手取りでもらうっていうのはすごく大変なことだと思います。なので月40万円自分の手元に残るというのは、成功していると言えるんではないでしょうか。もちろんね、40万円あって全部お給料にしてるわけではないと思うんですが、そういうふうにある程度しっかり稼いでいけることもできると思います。なんでプライベートサロンがいいかというと、簡単に言うと、店舗をね、持ってスタッフをたくさん雇うとお給料がかかりますし、そのお店借りる家賃もかかるんです。なので毎月支払う額が大きいので、支払いが大きい分たくさん売上を上げなきゃいけないですね。でもこういうお仕事、お客さん入ったり入らなかったりって何があったりすると支払いが大変になります。その分自分一人でやるプライベートサロンというのは毎月かかるお金が少なく済みますし、自分がしっかりとお客さんをつかめるネイリストになって、自分がお金の管理をできる人になれば、売り上げがだいたい一定に保って自分のお給料に変動が少ないというメリットがあります。なので一番こうやりやすくお給料を安定で稼げるのはネイリストではプライベートサロンではないかなと思います。はい、長くなってしまいましたが、何か伝われば嬉しいです。このコメントいただいた方の幸せを願ってます。他にも、たくさん質問来ていただいたので、また少しずつ質問にお答えする動画を上げていきたいと思います。私も今回こういう質問をいただいて、皆さんのすごいこう分岐点というか、考えて自分が決めて進む道を決めるターニングポイントみたいな時の動画を見てくれてるんだなと思いました。
私もネイリストでも稼いでいる人はいるよっていうことだったり、ネイリストでも自分の考え方だったりをしっかり持った人になれるということを見せていけるようにこれからも努力していきたいと思います。はい、皆さんのコメントだったり質問ですごい私もいろいろ考えさせられて勉強させてもらってます。ありがとうございます。はい、一緒に頑張りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャラビー。